西投手のフォークボール、まあ、挟んでるボールはツーシームみたいな、まあ、落ちるというよりシュートに近い、そうですね、なんかね、うん、遅いシュートみたいに投げてる、西投手もあの2月のキャンプの時にお話を伺った時に、はい、同じバッターに同じ球種は投げないって言ってましたから、あーナイスボール、フォークボール空振り三振、アウト、まあ、それはもう球種とコースといろいろ駆使してっていうことですか、はい、そうです、ストレートの球速も同じ外角の142キロのストレート投げた後はもう142キロのストレート投げないちょっと抜くかちょっと力入れるかっていう、そうやってうちで言えば簡単ですけどそんなんできるもんなんですか、いや本当にすげえなーって思いました、あーです、ね、もうすげえな、素直にすげえなーっていう、同じ打者に同じボール投げない、西投手はご自身で言われてたのがやっぱり球速が速いわけでもないで、何かこう特徴のあるボール球種、あの変化球があるわけでもない、はい、でその中でやっぱ勝ち上がっていくには、勝ち残っていくためにはそういう頭を使ったピッチング、うん、幅を使ったピッチングをしなければいけないっていうのを思っているので、毎年やっぱ進化していこうと思ってますって話はしてたので、投球術ですね、はい、同じところからまあ、カメラにボールがあるんで、はいはい、あれなんですよ、カメラに向かってやるとすると、まあ、視聴者の皆さんがバッターとするとこれがストレートだとすると、ここから、まあ、皆さんが右バッターだとするとどう見えるんだ、こう曲がったりこう曲がったりこう落ちたりしてるんですよね、はい、でこれって何が打ちづらいかっていうと、うん、前にもちょろっとお話だけしたんですけど、ピッチャーからホームベースの端っこまでが 18.44 あって、その 18.44 の中でバッターがよし打つぞって決めるのってだいたい半分ぐらいなんですよ、まあ、9メートル10メートルぐらい、はい、でその9メートル10メートルぐらいまでは全部ストレートっぽい軌道に見えてるはずなんですよ、どの球種も、はい、でもバッターが打とうと思った時にそこからスッと動いてくる、しかもそれが一方向ではないっていうところで非常に絞りにくいピッチングを西投手が展開しているので、ややこしいのが1個増えてて、西投手、うん、打つ側としてですよ、うん、打つ側としてアウトコースのボール球際でとか投げ続けたじゃないですか、うんうん、映像見たら分かるんですけども、半個広がったんですよ、ストライクゾーン、審判が広げた、広げてしまったっていう、まあ、それは同じとこバンバン行くとだんだんこうストライクって言いたいけどボールって言ってるうちに、うん、もう取ったるってなったらそこから取るんで、だから今丸選手とか投げてたアウトローのボール多分 半分ボールなんですよ、うん、ずっとそこ投げ続けて際どいの言ってたら下広がっちゃったっていう、なるほど、審判を味方につけた、そうですね、まあ、でもそこまで投げ続けるから起きることであって、そうですね、それはもう壮絶に難しいことですけど、まあ、今の回に関しては広がって、うん、あれが続くんであれば楽でしょうね、すごい、西投手はね、その中でやっぱりもう、はい、ね、今もいいボールバンバン来てるから、うん、やっぱり状態はいいと思うんですよね、はい、ああいいカメラですね、これいいシュートだ、これ見てこのシュート、これ分かります、すごい途中からキュン動いてる、今ショコからストレートにしか見えないぐらいのあれだったと思うんですけど、さっきの実演の通りですよね、はい、そこから急に体の方に近寄ってくるんですよ、怖っ、あんなん僕らやったら多分手当たってますよ、多分そうですね、フルスイングで右手全部逆向いてますよ、多分本当にすげえシュートだ、